海外で香川県の魅力を紹介する香川アンバサダーとしての活動を2010年から行っている朝倉善さんです。朝倉さんは2004年に北京で美容室を開き、2年前からは台湾でもアート事業を行っていて、ニューズウィーク誌の世界が尊敬する100人の日本人にも選ばれています。朝倉さんは池田知事に、観光 PR は現地のニーズに合わせて行う必要があると話しました。2度目3度目っていう方のその PR っていうのも大事ですし、本当にまだ来たことがないって言われる方たちに対しての PR っていうところも含めて、可能性っていうのはものすごく強く感じてる。朝倉さんは今年台湾で行う日本の現代アートを紹介するイベントの中でも、香川の観光を PR する予定だということです。